社会保険庁、社会保険庁、社会保険庁とはかつて存在した日本の中央官庁で略称は社保庁と呼ばれた厚生労働省の外局で庁は社会保険庁長官であった社会保障担当の行政機関であるその責務は政府干渉健康保険事業、船員保険事業、厚生年金保険事業 国民年金事業等の運営である。地方支分部局として都道府県単位の社会保険事務局が設置され、その参加として地域ごとに社会保険事務所が置かれていた。しかし2004年、平成16年以降、政治家の年金未納問題や国民年金不正免除問題、年金記録問題などの不祥事が相次いで発覚し、一連の改革によって、 社会保険庁は2009年、平成21年12月31日廃止され、同庁の業務は翌日の2010年、平成22年1月1日に特殊法人の日本年金機構の設立とともに引き継がれた。健康保険については全国健康保険協会、協会憲法に移管された。社会保険庁の主な業務は国民年金、 厚生年金保険及び政府鑑賞健康保険に係る適用徴収給付でありその事務については国が保険者として最終的な責任を負い普段の経営努力を行うことが不欠であることから地方文献推進委員会第3次韓国、1997年9月2日において国の直接執行事務として社会保険庁が一元的に実施することとして整理された これを受けて、国民年金保険料の徴収については、期間委任事務として市町村の窓口において行われてきたが原則として、国が直接行うものとして整理され、地方文献一括法の施行に伴い2002年、平成14年4月より国に移管された。また、地方事務官制度も廃止されることとなり、2000年、 平成12年4月の地方文献一括法の施行に伴い都道府県に、多い当該事務に従事していた職員の身分が、厚生事務官となった。これに伴い上記の遠隔にある通り都道府県の年金主幹部局を廃止して、それを母体として、社会保険庁の地方私文部局たる地方社会保険事務局が新設され、また、都道府県の社会保険事務所は、 社会保険庁の機関に移行した。年金制度に関する企画、立案や積立金の管理は厚生労働省の年金局が行っている。2004年平成16年3月国民年金保険料未納情報に関する個人情報漏えいが疑われる事例、政治家の年金未納問題がマスメディアで報道されたのをきっかけに社会保険庁のずさんな業務運営が 次々と発覚した。同年7月、約300名の職員が、未納者情報等の個人情報を、業務目的外閲覧を行っており、そこから、情報漏えいしていたことが判明し、社会保険庁職員の行為者及び管理監督者の、合計513名が、懲戒処分された。同年9月には、社会保険庁の幹部職員が、収賄罪で逮捕され、 国民の信頼を著しく損ねる結果となった。2007年、平成19年5月、社会保険庁のオンライン化した時のコンピュータ入力にミスや不備が多いことや基礎年金番号へ未統合のままの年金番号が多いことが明らかになった。国会やマスコミにおいては、年金記録のずさんな管理が批判された。また、社会保険庁のオンライン化計画に対して、 労働組合が中央集権下の支配機構を強め、独占資本のための合理化であるとして反対していたことや、実施に伴い労働強化を生じさせないとの覚書を取り交わしていたことが問題視された。詳しくは全国社会保険職員労働組合へ。2006年、平成18年5月、全国各地の社会保険事務所が国民年金保険料の不正免除、 法令等に違反する事務処理を行っていたのが発覚した。調査の度にその数は増え続け最終的に不正免除は222,587件に達し、行政組織としての順法意識やガバナンスが欠如していることを露呈させた。2007年、平成19年8月10日、愛知県内の8カ所の社会保険事務所が 健康保険や厚生年金の保険料を滞納した事業所に対して課される延滞金を不正に減額していた。総額は少なくとも約6800万円に上るとされた。通常国会における年金改正法案の審議やマスコミの報道等においては利用者の立場や目線に立っていない個人情報保護の重要性について十分に認識していない国民が収めた 保険料や税を保険給付以外に安易に使っている等が指摘され、社会保険庁の組織の体質や職員の倫理意識が問われた。ただし、事務費に保険料を当てていたことに関しては、各年度の予算及びその根拠となる特例法で定められた仕組みであり、いわゆる保険料の流用問題と言われる流用が社会保険庁の不祥事であるかのような報道は、 完全な誤りである。保険料の流用問題と社会保険庁の使途内容が適切か不適切かといった議論は次元の異なる性質のものである点に留意する必要がある。2003年、平成15年、社会保険庁の複数の幹部職員が監督下にある健康保険組合、東京都小型コンピュータソフトウェア、産業健康保険組合、現、 関東 IT ソフトウェア健康保険組合から、度重なる接待を受けていた、不祥事について、自ら処分を下した。2004年、平成16年4月現在、地方社会保険事務局及び、社会保険事務所の職員15,463人の、うち14,806人は、労働組合に加入、組織率95.8%している。 内訳は、自治労の国費評議会が、加入対象者12,949人のうち12,423人、国交労連の全校生労働組合が、加入対象者4,438人のうち2,383人で、ある。また、本庁職員、社会保険業務センター、社会保険大学校を含む793人のうち、207人が、 全校生労働組合に加入、組織率26.1%している。2000年、平成12年の地方文献一括法施行により、社会保険に関する業務と、地方事務官たる職員の身分は国へと一元化、されたが、労組に関しては経過措置で7年間に限って、都道府県の職員団体への入りがその後も、続いていた。2007年、 平成19年3月に高措置の終了に伴い、自治郎国費評議会は、全国社会保険職員労働組合という炭素に、形態を変更しているが、自治郎が上部団体であることなど実態に変更はない。社会保険庁の組織改革を行うにあたり、社会保険庁長官と自治郎中央執行委員長、及び自治郎国費評議会議長との間で1979年、 昭和54年3月13日に取り交わされたオンライン化計画の実施に伴い覚書が問題となった。この覚書は、その後、社会保険庁の総務課長及び職員課長と国費評議会が取り交わした合計104件、108枚に上る覚書、確認事項の基本となるものであり、国家公務員法で規制されている管理運営事項、 本来任命権者の専権事項である人事、勤務表情といったガバナンスの根幹事項、業務の指揮命令権に関する事項といったものが交渉の対象とされた批判されている。詳細は、年金記録問題、自治労国費協議会と社会保険庁との覚書、確認事項について。2004年、平成16年11月、社会保険庁から自治労国費協議会へ、 覚書、確認事項の破棄の申し入れがなされ、覚書、確認事項はすべて破棄された。また、同様に、全校生労働組合と取り交わしていた覚書、確認事項も破棄された。2007年、平成19年6月、全国社会保険職員労働組合は、日本国民の公的年金記録に対する不安、年金記録問題を受け、 労働組合への退出に批判が強まると残業や休日出勤を容認する方針に転換した。社会保険事業運営評議会は2004年平成16年8月に社会保険庁の事業内容や業務の実施方法等事業全般について保険料拠出者や利用者の意見を反映させその改善を図ることを目的として社会保険庁に設置された。 メンバーは有識者や保険料拠出者である労使代表等の7名である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。